よし、どうなさん、こんにちは、ミネットです。さあ、集まるどうぞり実況、続きやっていきましょうか。今回ですね、こちら、まあ、前々からね、ここの家の周りを変えよう変えようって思ってたんですけど、なかなか思いつかんと。まあ、今回ですね、今開催中のシャムロックデーが来たっていうこともありまして、たぬきショッピングですね、まあ、シャムロックソーダ、シャムロックのドアプレート、シャムロックのラグが、まあ、追加されたっていうこともありまして、緑系の家具でなんとかしたいなとは思ってたんですよね。まあ、そしたらですね、動物の森の公式ツイッターが更新されまして、こちらです。どうぞ。皆さん、来週3月17日、アイルランドでは、聖パトリックデーというお祭りがあるそうです。当日は緑色の衣装を着てパレードをするのだとか、たぬきショッピングやシール屋さんでも、お祭りの象徴の植物、シャムロックをモチーフにした商品を、まあ、期間限定で販売し始めるそうですよっていうことで、まあ、画像が載ってるわけですよ。これ、もうドストライクなんですよね、ぶっちゃけ俺の中で。なので今回はこの任天堂公式さんが上げてる画像を、まあ、パク、まあ、リスペクトですよね。リスペクトしていきたいなと思います。いや、結構ね、俺もこの画像がぶっ刺さって、なんて温かみのある画像なんだろうかっていうか、まあ、季節感がいいなっていうことで、もともとね、この周りっていうのは青色の家具とか生活感をイメージして作ってたんですが、まあ、とりあえずここら辺回収して、これ何マスある？ 5 マスだったら、これギリギリ、こっち側に寄せれる？寄せたところで感あるな。家を一旦別のところに移動させて、左側に寄せていくか、それとも、まあ普通にこのまま緑色の家具を飾っていくかで悩んでるんですが、とりあえず何が何でもリフォームから入らないとダメなので、まずはリフォームからしていきましょうか。あ、どうするこれ。シンプルなのもいいけど、これで緑とか割と似合うんじゃない？違う。屋根はこれでいい。壁。あー、グリーン、ブラウンか。もうちょい緑らしい緑ないのかな？緑のやつ。これだよな。任天堂公式さんが出してたやつって。なんか色が全然違うくない？昼間だったら、そんなに気にならないぐらいには緑になるのかな？よし。こんなもんにしておきましょうか。緑、緑、緑。完全緑。一旦これでやってみない？マイホーム、横が5マスか。横5マスの縦が4マスだ。でもどっちにしろこれ作らないとダメだっすな。オッケー、できた。そしてあと、注文するべきものですよね。まず、緑のやつは全部注文しよう。花壇を2個注文するのと、広場のベンチ。ベンチとかいいな。こんなもんかな。なんか動物森の公式さんはなんかパーゴラみたいなやつ使ってたと思うんですけど、そんなにスペース自体、ガゼボか、ガゼボ使ってたと思うんですけど、まあガゼボとかはさすがに使わんでもいいだろう。よし、こんなもんでいいでしょう。さて、これだけ注文し終えたら明日にしますかい。よし、じゃあ早速飾っていきますか。まず花壇なんですけど、花壇を飾っていくにあたり、こっからまず2個配置するだろ。2個配置する。なんとなく俺に今必要なのは柵な気がする。柵をここまで持っていきましょう。いや、結構時間かかりそうだなこれ。頑張りましょう。よし、まず必要なのはこれじゃない？生け垣が安定する気がするんだよな。下も生け垣だから、この生け垣をつながるような形で一番端っこまで持っていって、まあ、緑だからな、緑で攻めていきましょうや。 OK、 端っこまでつける。そしてですよ、ここで必要なのがポスタースタンド。ポスタースタンドがここにあるならば、やっぱもうちょっとスペースあった方が間違いなく映えた気がするな。広場のベンチ、広場のベンチってなんだっけ。これか。広場のベンチ、広場のベンチな。広場のベンチはここかな。ちょっとリメイクできるやつはなるべく緑色にしようぜ。なるべく緑にしたい。黒すぎテーブル。これ緑にできない？ああ、これいいじゃん。
グリーンギンガム、これ一択じゃない？グリーンギンガムにして、よし、これを、左側に配置していきましょう。だいぶこれ綺麗になるな。もう全然あの任天堂さんのあれとは違うけど。でシャムロックソーダ置こうぜ。シャムロックソーダ結構あるんですよね。これに飾る。季節のものを意識していこうか。例えば今はパイデーがあるからパイデーのパイ配置したり、こうかな。これでも良くない？パーティー感あるな。家の前だからな、なるべくうまいこと映えを意識したいんだが、ギリギリまでこれで攻めていくか。よし、こんなもんか。あとこっちの方もまあ生け垣で飾ってってもいいんですけど、まあそれはおいおいやっていきますか。いやせっかくさ、まあ、バージョン 2.0.0 で追加されたやついっぱいあるわけだから、そういうのをなるべく使っていきたいですよね。丸いトピアリー、これは絶対使おう。いや結構大きいなこれ。丸いトピアリー結構でかくない？それだったらここだな。家の反対側にも丸いトピアリーを2個配置しておきましょう。 OK！ 街灯とあと花壇ですね。花壇をめっちゃ話してる。いや花壇を改造に頼んで色を変えてもらうっていうのも一つの手な気がする。三角トピアリー1個と花壇にするか。花壇もう2個注文しようぜ。花壇2個注文してこれを色明るくしよう。多分できるはず。 OK、 明日にしましょう。だいぶ注文したな。もうベルなくなるなこれ。明日にします。え、どうだろうこれな。一個一個リメイクしていくってのがな、ちょいめんどくさいよな。何でもできるじゃねえかよ。天才級だな。ダークブラウン、ホワイト、ピンクの、ブラウンだろこんなん。ホワイトかブラウンかの二択。ブラウンにしとく。5200ベルもすんの？やばー、これやばいな。5200ベルはちょっときついわ。街灯、サービングカート、モンステラ。逆にモンステラとかできるんだ。いや、やろう。やるしかねえ。ブラウンかホワイトかピンクか。ホワイトにするか。ちょっとは色テーマはあの任天堂さんのあの画像をまあリスペクトするがテーマだから、ちょっとはそれっぽくしようぜ。オッケー、4つ花壇を整備することができましたので、帰って配置しますか。それでね今日の動画は締めたいなと思うんですが、だいぶできた。てかね、昼間のあの家やばいわ。夕方はそんなに映えないけど昼間はしっかり映えてくれたわ。楽しみ。だいぶ緑が映える、そんな季節になってきたんじゃないでしょうか。とりあえず花壇と、これいいなマジで。できれば逆向いてくんねえかな。よし、調整していきましょう。3つをうまい感じにこっち側に寄せてから、寄せ終わったら街灯ですね。街灯を配置していきましょう。街灯をこれでもう1個こっち側に街灯を配置する。どう？わかんねえ。まだやり始めなんでどうなるかわかんないんですけど、まあこんなもんでいいんじゃないでしょうか。だいぶ緑になったな。こうやって見てみたら
良きかな良きかな。というわけでですね、ちょっと今回は、まあ、任天堂さんの、まあ、公式、まあ、ツイッターの方で新しい更新があったということで、まあ、そちらをねリスペクトした家周りの整備となったわけなんですが、まあ、原型はもうなくなっちまったな、まあ、オリジナル感がかなり出てしまったんですが、夜だな、夜になってこの街灯が光り始めた時にどうなるのか、まあ、そちらもね今後動画で紹介したいなと思います。今回はこの辺でおっときましょう。バイバイ。